疑う姿勢から入って、あ、そういうことねってなっちゃうんだよな。どういうことって毎回なっちゃうな、デフォで。その質問の意図何ってなっちゃうんだよ。まずさ、高田さんじゃないことをまず考えなきゃいけないっていうね。最初なんで早めに、はい、そうかなと。ナイス。なるほど。いいっすねー。うん。ナイスでーす。ナイスボタン。では藤宮さんは今後死体を消す権利を失ったのでちょっと白いかなっていう話ですね。うん。うん。今回消してないし次以降も消す権利を一人一回なんて。素晴らしい。なんと私はまだ死体を消せます。お黒か？消せるんだな。俺も消せるぜ。あれ？高田かぶり物してる？そうだよ。さっきサンタさんだったよ。あ、してませんでした。あれなんか結構ハゲ派じゃなかったでしたっけ？あ、ハゲ派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 。おしゃれするな。そんな派閥。気にしてるんすよ。髪型おしゃれよね。髪型。ちょっとやっぱメガネ変わったりすると気になっちゃうタイプなんで。でも結構お花とかつけてましたよ頭。可愛いお花とか。可愛い色。最近頭今永遠にセキュリティ見てた人って誰ですか？あ、思いました。ジンさん。ジンさんちょっとタスクが早く終わりすぎるんで、ちょっと調子こいてセキュリティ見てました。すいませんでした。いや、めっちゃ怖かった。だってO2 なったじゃないですか。はい、うん、で自分O2 側に行かずに、まあ左側、まあ右行ってる人たちが多いから、うん、まあ大丈夫かなと思って。そのまま直進したらなんかジンさんもう最初からいて到着するより早く行ったからベンドとか使ってんじゃねえかなみたいな思ったんですけど、でもあんまり黒くないですか？そしたらその発言をちょっと黒いの？まあそれはまあ最初なんで全然ですね。アドミにめっちゃいましたね、印象的には。なんかアドミに固まってた印象。アドミにいた最後。うん、コマード見ました、ね。5人は行った。センターさんとか見ましたね。あと見れて偉い。まあ、なんかね、なんか死ぬかなと思ったけど、全然カメラ止まんなかったですね、最後の瞬間まで。うん、面白いと止める。懐かしい。うん、また。懐かしいのか。また。高田さんとは多分ね、根本的にね、考え方が違うんだよね。合理的だからね、高田さんね。僕はもう、メンタルとか、立ち回りとかはもう結構含んじゃうから、アマンガス。それはさすがに厳しくねみたいな。言っちゃうからね。そんなことわざわざするとか。行動心理とかを入れるから。紫、黄、黒、ピンク、青。紫、黄、黒、ピンク、青。ちなみにジン犯人分かってます。オッケーです。はい。おっと高田さんです。じゃあセンターさんどこで見つけました？エレクトリカルの右上
からちょっと手前側かな。ごめん、そしたら違うかもしれない。あの私が見たのは、あの高田さんがあの弁当に入っていくのが見えたっていうだけなんで、いやそれは重要情報かもしれない。それはインポスターだな。ちなみにどこの弁当ですか？あれです。ナビゲーションのところのあの万字型みたいなところの通路のあの、うん、ところですね。あ、カメラで見たってこと？はい。入れてるし、そうですね、あそこの弁当のところだと、いるときにあのカメラの定点が見えないんで、まあ、かわいそうにとは思うんですけど。なるほどね。まあ、めちゃくちゃ何か言い残すことありますか？いや、そういうことか。反応した。もう一個あるんですけど、あの1回目と2回目、私ずっとセキュリティ見てましたんで、うん、あの全然タスクやってないんで、あの人狼の方は私を殺さない方がタスクが進みが遅いんで僕だと思います。足切り側から行くとカメラ見えねえんだよね。あ、一応ちょっと最後の動きでセンターさんと私が最後ちょっと前にアドミンで一緒に見て、コミュニケーション1とエレクトリカル1が動かなかったね。私がコミュニケーション見に行って、センターさんがコミュニケーションエレクトリカルの方見に行ってな、あのなったんで、私の動きセンターさんはちゃんと確認しに行って即応したっぽい動きなんで、はい、あのセンターさんのセリフとかではなさそうかなって見えます。素晴らしい。エレクトレージの右からアドミン方向に向かったのサワヤンさんでしたっけ、最後らへん。ストレージ、ちょっと待って、今地図見ます。ストレージから、どっちだって言いました？上の方向ですね。ストレージから、アドミンとかカフェテリアの方向に、右側から上がっていったの。藤宮行きました。多分僕じゃないですね。はい、いやー、相方の夏目さん、ごめんね。頑張って。頑張るね。高田さん。マジか。夏目さんか。やっぱり、ね、確かに悔しいやな。俺らすか。いや、じゃあ、陳さん信じて。まあ2つ目も詰めるか、ついでに。はいはい、あの、はい、エレクトリカルの話も詰めれそうなので、うん、はい、行きましょう。はい、自分の白は証明できるはず、サワヤンさんが。マジ、まあ、真面目な話をすると。えらい。どなたですか？あ、白、夏目と申します。白の夏目と申します。はい、夏目さんよろしくお願いします。お願いします。ですね、あの、リアクターなったじゃないですか。リアクター、はい、なりましたね。あ、はいはい。で、自分が上方向直しました。その後に、サワヤンさんと一緒にメッドウェイまで行きましたよね。これ覚えてますか？あ、行きました、行きました。で、その後に、サワヤンさんが、メッドウェイの通路ぐらいで、はい、止まってて、自分がカフェテリアの方走り抜けていくのを、サワヤンさんは見てるはずです。見てないですか？あ、多分見てます、多分見てます。ですよね。で、だから、エレクトリカルに死体があった場合、不可能ですね。先端さんがストレージ側の通路から行ってるから、先端さんが自分の姿を見ておらず、サワヤンさんがカフェテリアに行ってるっていう方なのを覚えているのであれば、自分はウェポンに行ったっていう証言が通ります。で、実際自分はウェポンまで行ってるので、犯行が不可能です。だから白です。 OK。 でもカフェテリアの先の動きは僕は全く何も言えないんで。でもストレージまで下ってた場合は、先端さん、サントスさんあたりが絶対見てますよね。まあ、距離的にね、無理ってことなんですね。うん、そうそうそう。うん。なんか僕は、マシャカリさんは多分白なんですよ。一緒いましたね。僕は殺されると思ってビビってました。ずーっとメッドベイで多分長いロングタスクやってて、はい、僕それずっと見てて。めっちゃ怖かったです。何してんの殺されるの、ずーっと見てて。多分白角かなと思ってて、さっきの、高田さんの投票の時に、投票遅いの誰かなってずっと見てたんですよ。おお。で、まあ、クロムさんがめちゃめちゃ遅かったんですよね。まあ、今そういうのもクロムさん。じゃあ、クロムさんに入れましょう。クロムさんか。マジクロムさん入れ早い、早い、早い。早い、早い。なんで今疑われたんだっけ？やばい！スキップ間に合わなかった。え？もう一回押して、もう、余儀さんでいいローラーでいいんじゃない？今もやってた。お前がこれ。ナイスです。やばやばだって見てるのクロムさんしかいないですよ。マジでいいじゃん。
ちょっと天才すぎましたね、僕。いや、すごいっすよ、最後の。天才だ。天才だ。すごい。よく、やばい、今の。今のかっこいい。高田さん高田さん、1キルもしないで弁当入ってやめてください。終わった。走り回って弁当入ってバレて終わっちゃった。せめていい、だってめちゃめちゃ時間あったじゃないですか、あの時。あったあった。誰か2キルぐらいしてくれたら嬉しいなと思ったら、0キルで弁当入ってました。違うなと思って。え、今回のゲーム僕しかキルされてなくないですか。最速最速だ、ね、RT だったな。2ロー釣れるっていう、今のやば。よかった。いや、気持ちいい終わり方できたもんね。そうですね。今のよかったな。素晴らしい。怖かったけどよかったな。いや、セキュリティみんなやめよう。いや、ごめん、でもジンさん信じてたから最初からよかった。よかった、もうしないっすもん、マジで。よかった、タスク全然何もやってなかったからよかった。